バブルリングの達人、和田ヒロ。さあ、それでは岩崎さん、お願いします。さあ、それではいいじゃん、しっかりと厳しく見極めてくださいね。うん、あっという間にの底まで、あ、取りましたよ。あ、上向いた。あ、なんだ、達人が見せた驚きの技とは。綺麗な音ができてますね。綺麗綺麗綺麗。ああ、綺麗。楽しそうやわ。素晴らしい。上がってきました。ほら、あら、わあ、すごいね。おお、すごい。中通った。輪っかの中に輪っかを通す。あるね。本日の達人岩崎さんは、水の中で神秘的な輪っかを生み出すバブルリングの達人。もともとイルカが水の中で遊ぶ時に出すというバブルリング。ダイビングの途中、それを真似するうちに、いつしかこんな綺麗な輪を出せるようになったという。そうですよね、生き物みたいですよね。どうやって出してるんですか、あれは。まあ、空気の輪ですよね。はい、ふって、あ、それが先ほどする音というやつですね。はい、空気がどういう状態になってるかもう全然わからないですね。わかる。あんなになるんですね。そうなんですよ。回転してるんですけど、はい、バブルリングの回転の謎とは一体どんなものなのか。ケロを取りまして、リン、そこにキャップを、あー、ほんまや、すげー、プロペラみたいに、すげー、わー、すごい、変わりましたね。バブルリングは水面に対して垂直方向に回転している空気の輪っかなのだ。これ見てて飽きないですね。これね、もうどんどん出してますよ。おお、すごい。追いつくやね、これ。おお、おお、つながった。すげえ。命が宿っているかのような動きを見せるバブルリング。見る者を魅了する、まさしく芸術品。平井認定委員長自らチャレンジするも、あえなく失敗。やはり、素人にはそうやすやすとできない荒技なのだ。